いましたぜ、姉さん。やりますかい。いや、こいつを使うよ。古木の枝、モンスターを呼び出すんですかい。そんなもん使わなくてもおいらたちがひいひい言わせてやりますぜ。いや、あの女、あんたたちじゃ手に負えないよ。あたいのナイフを貸すなんてただものじゃないね。いや、でもとんでもないのが出てきたら。ふん、男だろ。ビビってんじゃないよ。何？なんか騒がしいね。時計塔管理者。時計塔管理者。どうして時計塔管理者がこんなところに？そんなこと知るかよ。やろう、ふざけんなよ。ダメです、こっちに避難してください。すぐにプロンテラクスタンが来ます。隊長。ああ、失礼します。どうした、騒がしい。トゲトカ。あ、姉さん、とんでもないことに。どうしましょう。あたいたちを怒らせたあいつらがいけないんだよ。僕たちも早く逃げよう。ユーファさん、スキルは？支援はできるかと。わかりました、私たちでやりましょう。ユーファさんは後方で支援を、私が魔法を詠唱します。それまでロアンさんは時間を稼いでください。でも今のところは逃げましょうよ。また体制が整ってる時に。ロアンさん、今日戦わない人が明日戦うと言っても私は信じません。そんなユーファさんを守るんでしょ。いい目です。行きますよ。さあ来い。ロアン、気をつけて。任せといてユーファ。こいつ速いぞ。ダンキュースさん、早く。ホールドボルト。勘弁してよ。もう一撃。ブラスト。このゼンマイお化け、とどめだ。決まった。かっこいいぞ。ユーファ見てるかい。あ、ちょっとダメです。え、僕は
ユーファのこと守れないのか。頼まれたのに、僕なんかにはやっぱり。ホールドボルト、ザキウスさん、何をしているのです。立ちなさいロア。その剣は何のためにあるのです。怪我はないかね、君たち。ええ、なんとか。時計塔管理者、たった3人でやったのか。ええ、でもほとんどタキウスさんのおかげで。さて、私はそろそろ行きます。え、タキウスさん。何を急がれる。まだよかろう。騎士団としてもこの件に関してお礼がしたい。ご遠慮します。私には真理を追求するという使命がありますので。またどこかで会うこともありましょう。定めがあれば。マジシャン、タキウス。